市役所の業務が始まった1月4日、松阪市役所で始業式が行われました。始業式には幹部職員らおよそ100人が出席し、竹上市長が訓示しました。この中で市長は、今年は新しい総合計画に定めた数値目標について、着実にその結果を出していく。4月から始まる新しい組織のもと、皆さんと邁進していかなくてはならない。この29年は、市民ニーズを的確に捉え、新しい総合計画のもと発展していく。そういう取り組みの1年にしたいと話しました。